と皆さんお疲れちゃんでございます。ラバちゃんでございます。はい、ということで本日もですね、私のSteam2024年のですね注目している今回はシミュレーターゲームですね。はい、前回トラックゲームをご紹介しましたけども、今回は、今年2024年私が注目している、Steam のですね作品をちょっとご紹介していきたいと思います。私のウィッシュリストですね、はい、入ってる作品となっております。まず1本目こちらでございます。FATEX クーリエシミュレーターということで、はい、クーリエなんで、急行ですね。急走とか運び屋配送のお仕事ですね。急いで配送するお仕事シミュレーターということで、ものすごくねこうなぜか戦ってたりするオープニングが出てくるんですけど、荷物もぶん投げるっていうねとんでもねえ量運んでるけど、まあ、このシミュレーターがね結構前に発表されてまして、まだ近日公開になってるんですけども、結構なクオリティで来てるんですよね、ブログとか見る限り若干このグラセフが入ってるっぽい感じのね、バッて持ってる住民とかがいたりするんですけど、これがね結構面白そうで、今回私ちょっとね結構注目している作品なんですよ。面白そう、ダンス入ってるっていうね。で、会社さんがですねライブモーションゲームズと言いまして、結構ねこういうハイクオリティなゲームを作ってらっしゃるところなんですよ。これ多分消毒したりとか消防とかそういう感じのゲームだと思うんですけど、結構カジノとかね、カーディーラーか、結構いろんなもの作ってらっしゃるんで、もう2年ぐらい前にまだ発表予定ですけどね、かなり楽しみにしております。日本語もねちゃんと対応されてるんですごいよねこれかなりねちゃんと作られてるんですよ。本当に今年もしかしたら発表があるかもしれないということで、ウィッシュリストね、はい、ぜひ皆さんこちらの方追加していただければ、私の方でもねちょっとやりたいと思いますんで、はい、ファットクーリエシミュレーターでございました。でお次はですね、前回プレイしましたタクシーシミュレーターとは別な、タクシーライフとは違うタクシーシミュレーターですね。はい、その名もワイルドなこのタクシー、見てみてください。クラクションで落としたりとか起こしたりとかできる、これ多分ニューヨークかなんかを舞台にしてるんですよね確か。いやー素晴らしいですよねこれ。でこちらもねもう2年ぐらい前に発表されてるんですけども、まあ一応目標としては今年発表公開を目標とされてるって感じだと思うんですよねこれ。でシングルプレイヤーで、であれなんですよ、日本語もちゃんと対応されてるということになってますね。はい、素晴らしい。多分ハンコンとかではないと思うんすけどね。はい、結構楽しみ。はい、ということでお次はこれ、私が今今年、2024年ですね一番楽しみにしているアメリカンモーターサイクルシミュレーターって言って、これもね俺も2年ぐらい待ってるんですけど、このオートバイでルート66をですね横断できるっていうシミュレーターで、横断するこの過程でですね、まあこうやってちょっと道路を警察から逃げたりとかいろいろしながら、いろんなところ観光地を巡りながらカジノとかで喧嘩したりとかお金を稼いだりもできるっていうね、結構自由度の高いゲームになってるんですよ。こうちゃんと地図見てね、スマホとかじゃないんですよ、ナビではなく、これカジノでお姉ちゃんナンパしたりとかもできるんですよ。で多分サイドクエストとかあったりしてね、こういうサイドクエストがあったりして、あーすげえグランドキャニオンじゃないこれね、スタートレース出てみたりとか、バイクカスタムしてみたりとか、こういう綺麗なねダムとか風景を見てね、ちょっとかなりこれは俺期待している一番期待しているゲームでございます。でこれ作ってらっしゃるスタジオさんが多分これ1本か、これ1本っすね。はい、もう3年ぐらい多分前に私入れてるんで、かなり
これあれですね、ビール作るシミュレーターのところがパブリッシャーですね。はい、結構良さそうなところだと思います。あれかフードトラックシミュレーターのところですね、パブリッシャー。うん、まあシミュレーター結構作ってらっしゃるところなので期待はしています。はい、ただちょっと時間が結構かかってるんで、はい、アラスカントラックシミュレーターは大ごけしたやつですねこれで。日本語もちゃんと対応してるというところで、かなりですね、私的には期待してます。これ一番期待しているシミュレーター、でお次はですねこちら、フォークルージャーシミュレーターということで、最初ですね引っ越しをするシミュレーターだと思ってたんですけど、説明にですね執行利管理って書いてあったんで、執行利っていうのはあれなんですよね、差し押さえ、裁判とかで差し押さえたものをやり取り売り買いをして収益を上げるっていう、またものすごく珍しいゲームとなっております。ただ執行利っていうのがこれがですね、普通に家がなくなっていらないものを売るのか、もしくは本当に裁判かなんかで、でも裁判っぽいね、警察来てるから、強制差し押さえで競売にかけたものを売買していくっていうゲームなのかもしれません。はい、あ、そうですね、 I need some more time って書いてあるんで、多分本当に強制執行ですねこれ。差し押さえたものを売って売り買いして全部積んでこれを売り買いしていくっていうものになります。はい、シミュレーターのこのなんて言うんでしょう、目線の付け目としてはものすごく珍しいゲームだと思うんですよね。でこうやって乗せてガレージにちゃんと保管をしてね、入れてって、まあ、こう入れてくっていう、まあ、作業ゲームですよね。ちゃんと作業してまあ、売り買いしてこう自分のデスクをこのような感じでどんどん豪華にしていくと、まあこれ奪ったものを、差し押さえたものをそのまま置いていくっていうパターンもあるかもしれませんね。売って買ってっていうのももちろんあるかもしれませんけどね。庭もこうやって差し押さえたものでどんどんうまいものを作っていくと、あーいいですねこうやって。でこちらですね、この執行利を管理しますと、商売をしてお金を稼いで新しい家や車を買いますと、想像力に従って家と庭を作りましょうというところで、まあ先ほど言ったように強制執行ですね、はい、したものでこうやって作っていくということになってます。でこれもですね日本語対応になってます。はい、かなりトラックシミュレーターと違いまして、普通にシミュレーター関係は結構日本語対応されてて嬉しいですね。はい、素晴らしい。これもですね一応近日登場なんで、発表あった後なんで多分ねすぐ出そうな気がします。はい、そこまで難しいゲームでもないと思いますんで。でこちらの会社さんがですね、まあこれ1本ですね、一番最初に今作ってるっていうことで、まあデビュー作なんでちょっとアンリアルエンジンで作ってますけども、まあ若干ねバグとか多分あると思いますけど、はい、これはちょっとやっていきたいなと思っております。で次ですね、これも俺楽しみにしてるバンライフでございます。これはねキャンピングカーのシミュレーターとなっております。私結構 YouTube でねキャンピングカーの動画って結構見るんですよ。こういう風にバンをこういうもうほんとこのまんまっすね、改造してキャンピングカーに改造して旅行に行ってキャンプをしてでいろんなところにこうやって行くでしょ、行ってこのキャンピングカーの中でちゃんとね料理をしたりとかいろいろして生活を楽しむっていうねシミュレーターなんですよ。そうこんな感じね、ちゃんと外でキャンプしたりとか釣りもできちゃったりとか、ね、都会の喧騒を忘れて、でこれシーズンも入ってんですよねこれね、秋冬ももしかしたらあるんじゃないかな。これめちゃめちゃ綺麗、クマいるしキャンピングカーの上に乗ってますからね、しかも
いや、いいですね。バンライフということで、これね、かなりさっきの、モーターサイクルシミュレーターと同じぐらい期待してます。こんな感じでね、夜景を飾ったりとか、いろんなこう綺麗な風景ね、こんな感じで作れるんですよ。これはね、ちょっとリリースが今年になってるんで、かなり確かね、なんか9月ぐらいだったような気がするんですよね、なんかで見たんですけど。でこれも、ね、もちろん日本語対応になってますんで、はい、かなり期待してる。これはちょっとまったりやるにはいいでと思いますね。本当にエンドコンテンツだと思いますんで、ちょっと本当にね、キャンピングカーを作るっていうまた楽しみもあると思いますんでね、ちょっとあれですね、クマと戦うなんていうファイトのコンテンツもありますけど、かなり楽しみにしております。はい、ということで以上でございますけども、私が2024年注目している、シミュレーター作品ご紹介いたしました。まあ結構ね、選びに選び抜いてっていう感じなんで、やっぱインディーズ作品いろいろ出てるはいるんですけども、その中でもかなりよりすぐりのですね、面白そうなものピックアップしましたので、ぜひ皆さん、まあ私これ動画で出しますけどね、はい、いや、プレイして動画出しますけども、ぜひこちらの方チェキラウして、2024年ね、まあ今年出るかどうかは分からないけども、一応私のウィッシュには入っていますよと、はい、ウィッシュリストには入っているということで、まあ皆さんのね、 Steam のウィッシュリストにも追加していただけたらなと思います。いいね、面白いゲームライフ送れると思いますんでね、皆さん、はい、ぜひラバちゃんのこちらの注目作品一緒に注目していけたらなと思います。はい、というわけで皆さん、またですね、面白そうな作品ですね出てきましたら、まあこういう風にね、注目してるゲーム情報みたいなのも今後発信していきたいと思いますんで、ぜひこちらのチャンネル登録、高評価していただいてですね、見逃さないようにしていただけたらなと思います。はい、というわけで皆さん、また次ですね、ラバちゃんの注目しているゲームシリーズの動画でお会いいたしましょう。じゃあみんな、愛してるぜ。